あなたのことを思ってる。
なんとそのソロデビューの日に2曲シングル発売したんですけども、その日なんとスペシャルゲストで中本浩二さんが来てくれたんですよ。そうですそうです、あのザ・ドリフターズの中本浩二さんが来てくださって、応援に駆けつけてくださったんですよ。でその時に発売した曲2曲を今日は歌いたいと思います。今日ね初めて聴く方もたくさんいると思うので、今日ね聴いてねいいなと思ってくれたら嬉しいです。次に歌う曲、ガチ恋しそうだっていう曲なんですよ。はい、ガチ恋しそうだ、はい、この曲ねすごいね楽しい曲で、この曲ちょっとみんなにお願いがあって、1番はオーイングで、2番がみんなでブーイングをねしてほしいの。いい？でブーイング、あとサビの前にイエッタイがいいですか。ちょっとやってくれたらもう最高に嬉しいです。お願いします。それでは次の曲みんなで楽しみましょう。聴いてください、ガチ恋しそうだ。ガチ恋しそうだ。先に手を繋いだよ、we'll be right back.
りを同時にね2曲連続で2曲同時にシングル発売しまして、こっちのサマーダイアリーはもう夏ぴったりのすっごいね可愛い夏の曲になってます。はい、この曲なんとね今日まだ歌ってないんですよ。今日初めて歌うのでちょっとみんなに聞いて覚えてもらえると嬉しいです。最初に Enjoy Summer Time Are You Ready? っていうのでみんなに OK! って言ってほしいんですよ。いいですか？ OK! ありがとうございます。それでは次の曲行きたいと思います。でも止まらないシングル、そのデビュー曲聴いてください。サマーダイアリー。I'm gonna make you mine.
今聴いていただいた2曲がガチ恋しそうだと、サマーダイアリーが私のこの前発売したオリジナル曲になります。はい、そして次ラストに歌いたい曲なんですけれども、今日初めて歌うんですよ、ね、ちょっと可愛い曲なんですけれども、今日ちょっと初めて歌うのでそう、すごい緊張してます。このね、9月の7日に私のレコ発から1ヶ月が経ちまして、レコ発ありがとうのミニワンマンライブを、根本まで ミニワンマンライブを開催することが決定しました。はい、この9月7日のために、はい、ミニワンマンということで一人で歌うので、ちょっとその日のためにたくさんね練習した曲をちょっと次歌いたいんですけれども、緊張する。はい、ちょっとみんな知ってる曲だと思うので、ちょっとね一緒に楽しめたらいいなと思います。それでは最後の曲聴いてください。エターナルブレイス。
じゃあ私